桜坂46、山下美月の卒業で怖くなる。先日卒業を発表した乃木坂46山下美月さん、これに対しバディーズの反応は、卒業するのは美月、山下美月、トレンド見てほんと一瞬だけびっくりした、関わりもあったみたいだし、しずきはどう感じてるんだろう。もう卒業を見ると2期生も覚悟しなくちゃいけない番になってきたんだなって思って鬱になる。ルンテンカリンフォノスの卒業、想像しただけで頭おかしくなりそう。まだグループには目標あるし、卒業はもうちょい先だろうし考えないことにしてる。24歳ってなんか卒業する人多いイメージ、知らんけど。西野生田すか白石以外は基本的24歳だな。リサポンもリサはギリ23だったけど24の年。りっちゃんは30歳になってもグループにいたいってインタビューで言ってたのを真面目に信じてたから当時ショックだった。アイドルのその手の発言は一切当てにならない。天茶少なめに見積もって24までだとしてもまだ6年いてくれるのありがたい。乃木坂さんは全然わからんのに卒業って聞くと何か悲しくなる。今年になって乃木坂のビジュアルトップが卒業、桜坂のパフォーマンストップが卒業、日向坂の歌唱トップが卒業、坂道グループの終焉の始まりにならなきゃいいが、坂道はオタ同士喧嘩してる場合じゃないんだよな。今の山下補充しないと使命感。